そんなジュースは、フレッシャーズを応援しますね、はい、ということで、フレッシャーズを応援するために、モノマネをします。はい、はい、白谷君なんかモノマネないですか。あ、じゃあ、はい、あのジブリ作品の天空の城ラピュタっていう作品の、はいはいはい、あのムスカっていう悪役の、メガネかけたんですか。あ、そうです、はいはいはい、そいつのモノマネをします。はいはいはい、どうぞもっと真ん中に。あ、行きます。はい、最後に行き着いた。あ、ちょっと勘だ。はい、最後に行き着いた。あ、また噛む。なんでまた噛むんですか。これちょっと緊張しますね。緊張じゃない。最後に行き着いたところが玉座の的は上出来じゃないか。ちょっと噛む。甘噛みです。僕もやっていいですか。はいはい、それ、はいはい、似てる。もうあんまり分かんないですけど、ね。はい、いや知らないですよ。はい、最後に気づいたのは玉座の何？玉座の的は上出来じゃないか。最後に行き着いたのが玉座の的は上出来じゃないか。これ似てるんですか？似てる。最後に行き着いたのが玉座の的は上出来じゃないか。こうですか？あの声優さんの寺田実なんで、寺田実だって。寺田実ね。そうなんです。なるほどね。はい、何に行き着いてるんだよ玉座の的は上出来じゃないか。あ、でも近い。近いんですか？なんかそんな近いんよ。声高いんで。あ、なるほどね、はい、あ、頑張ります今度できるように。はい、はい。